アが今回エコちゃんのバースデーケーキをデザインしたんですけど、アリアがデザインしたケーキはこんな感じです。今から食いに行ってきます。めっちゃ楽しみ。どんな感じになってるか行ってきます。あ、めっちゃ可愛い。リボンがめっちゃ可愛かったね。いい感じ。誕生日全然関係ないドッキリを僕一人一個ずつ5個かけていくんですけど、まず私はエコちゃんの真顔でクラッカーとエコちゃんにかけて真顔で回収して何も言わないっていうドッキリをやっていく。ナルさんはですね、エコちゃんの生きてくれたんですよ。そのままで持ってい漢字が中国語みたいで読めないですけど、でも前めっちゃ可愛くない？可愛い。
これもめっちゃおしゃれ。めっちゃ可愛いよ。はい、結果はありがとうございます。いや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 。かわいい石鹸です。おぉ、おしゃれ。エコちゃんの色をエコちゃんにしました。はい、もう皆さん分かってらっしゃる。分かってらっしゃる。ありがとうございます。イエーイ。パッといただきますか。それでは。おぉ、かわいい。クッキーとちょっと開けてみますね。なんかなんかちょっととりあえず開けてみます。はい。ピーバースデーって書いてあります。かわいい。エコロ式はニコちゃん風になっていて、とてもおしゃれです。クラリちゃんっぽい。じゃあもう一つ、これはペンです。ペン、かわいい、かわいい、おしゃれ。これレインボーっていうね、雑貨屋さん。すごい、学校でも使いたいと思います。ありがとう。じゃあ、ペンちゃん、マリ、本当につまらないと思う。つまらない。どうぞ。ありがとうございます。てか、ウィゴですね。はい、エコちゃんずっと東京に行ってるので帰る機会がなかったから。オープン。あ、オープン。やばい、期待しないでください。エコちゃんは大丈夫。期待。なんか、かわいい。ちょっと開けてみます。なんか、いいのが見えた。なんだろう、これ。狙ってたんですよ。おぉ、よかった。いや、ナイス。よかったよね。ナイスで。ありがとうございます。嬉しいね。ママも嬉しいね。かわいいね。コレクションに入れます。いいものが見えました。じゃじゃーん。わー、めっちゃさ、あの、桃子の組が置いてあったから、リチャーズの組がいっぱい置いてあってテンション上がってたんで、またありがとうございます。最後の一番期待しないで。なんだろう、恐竜。え、かわいい。また緑が。え、めっちゃかわいいじゃん。緑、ありがとうございます。かわいい。え、めっちゃかわいい。かわいい。全然着て、めっちゃかわいいよ。流行ってるのね、恐竜。これだけでよかった。あ、気に入ったのね、それ。ありがとうございます。はい、こちらです。かわいい。おしゃれ。その服もかわいい。はい、好きなクレンジングのお店なんです。クレンジング。あ、クレンジングじゃない、あの、クレンジングのお店。これ、あ、ってなんていうの、あ、美容、スキンケア。あ、スキンケア。美容の行きつけのスキンケアのお店で買いました。ありがとうございます。超開封してる。ちゃんとここも紐に。え、可愛いよね。可愛いね。これ私、あの、これもらって次の日に学校のね、給食の。あ、ここで。あー、ひみか、お菓子隠し持つ時これにしようかしら。洗顔後濡れた顔にこうペタ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 ってしたら泥みたいな感じになって毛穴の汚れとかきれいにしてくれる。すごい、ありがとうございます。泥パックみたいなやつ。これ店員さんに調子って言われて、お、買いますって買いました。エコちゃん最近肌気にしてるから。そう、めっちゃ気にしてる。すごい、乳液とクレンジングと化粧水と水溶性美容。このクレンジングは泡立てても使えるし、泡立てなくても使えるから便利だし、すごい、お化粧も落とせるし、これだけで洗顔とクレンジングも一回で済ませちゃう便利なやつです。ミニだから旅行とかにも。あ、確かに。そう、なんか、箱が見えますね。ありがとうございます。なんか可愛い感じ。箱です。箱、なんだろうね。こう、ん、ファン。何でしょうか。ファンアロン。開けます。オッケー。こんな感じ。違う、これプレゼントしようね。すごい、すごい。何でしょうか。なんだろう、あの、加湿器みたいな。そう、アロマディフューザー。ディフューザー。これは顔とかのスチーマーみたいな感じなんですけど、女子力。女子力。だからゆなちゃんが使った後に、あ、リフューザーで合ってるよ。しかもこれさ、可愛いからさ、気分上がりながら、そう、お部屋のワンピースみたいになるし。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ひめかもお気に入りで、ひめかも今買いたいなって思ってる。プレゼント買ってると自分も欲しくなる。確かに。ひめか、アリアの買った時にね、自分のも買った。同じのイチゴのボディソープ。あ、めっちゃいい。あ、なんか作り紹介。そうそうそう、あれ、アリア。この後ですね、先ほどアリアさんデザインしたピーチケーキを、そう、みんなで食していきたいと思います。食していきたい。そして改めて
ほしいんです。結構いい一年になりますように。ありがとうございます。関西頑張ります。頑張って。同じ年、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 あれ、あれ